お前は今どこにいて、何もマダラってやつが言ったことが本当なら、サスケ、お前はやつを止められるのか。サスケを殺してでも。サスケの前にお前の方を先に見つけられるとは思わなかったってばよ、うちはイタチ。今の俺に戦う気はない。ただお前と話をしたい。俺を騙そうったってそうはいかねえぜ。てめえを捕まえればサスケに会える。逃がしゃしねえ。なぜそこまで弟にこだわる。あいつは抜け人だろ。あいつにこだわる理由だ。んなのすげえ簡単なことだろ。少なくともお前なんかよりあいつのことを兄弟だと思ってるからだ。お前を捕まえてサスケを説得する。そして今度こそ一緒に木の葉に帰る。お前は絶対逃がさねえ。戦闘開始。魔導士には俺に戦う気はない。お前になっても俺にはある。俺と戦う気はない。こいつさっきから何言ってんだ。まだあらよった。よっMother!
やるようになった。言っただろ、お前を捕まえればサスケを。だが、現実、先ほどお前はサスケを兄弟のようだと言ったな。ならばもしそのサスケが木の葉を裏切り里を襲ってきたらどうする？なんだ？なんでサスケがそんなことするわけないだろう。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合、お前は奴を止められるのか？サスケを殺してでも、サスケと木の葉を天秤にかけられるのか？木の葉は守る。そんでもってサスケも殺さず止める。子供だな。お前の話は絵空事ばかりだ。忍びは時に厳しい選択を迫られることもある。前にも一度同じことを言われた。でも選択肢なんかねえ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。お前にその力を渡しておく。どういうことだってばよ。お前は俺を狙ってたんだろ。もう行く。これから大事な用があるんでな。あん時いたなんで俺に。ナルト、ちょっとこっちに戻ってきてくれないか。なんだ。おっと。それにサイたちも、なんでこんなとこに。ナルト、あんたに話があるの。え？今さくらちゃんなんて言ったの？だから、ナルト、あんたのことが好きだって言ったのよ。人が告白してんだから、ちゃんと聞いてよね。さくらちゃん、一体何があったんだってばよ。さくらちゃんはずっとサスケのことが。別に何も。ただ、もう目が覚めただけ。確かに、前の私はサスケくんのことが好きだった。でも抜け人で犯罪者である人を好きでいるなんておかしいでしょ。それよりも、
私にとってナルト、あんたの方が私の中で大きな存在になった。いつも私のそばにいて私を支えてくれる。やっと私はそのことに気づいた。私はナルトさえいれば十分だから。ナルト、あんたももうサスケ君を追うのやめない？サスケ君は私たちのところには戻らない。だったらもう忘れて。いい加減にしろ、さくらちゃん。何キレてるの？私はただサスケ君からあんたに乗り換えただけじゃない。俺は自分に嘘をつくような奴は嫌いだ。私が自分に嘘をついてる？何言い出してんのよ。苦しい言い訳にしか聞こえねえってばよ。さくらちゃんにはそういう嘘は似合わねえ。本当の気持ちは違うんだろ。私は仮にさくらちゃんがそう思っていても俺の気持ちは変わらねえ。必ずサスケは連れ戻す。これは俺のためでもあるんだ。もういい。行くわよ、キバ、リーさん、サイ。さくらちゃん、これでよかったのか、さくら。キバ、お願いがあるの。なんだ。これからすぐにサスケ君を探す。協力して。第2章、終結の第7版。さくらちゃん、一体どうしたんだよ。サイ、お前さっきさくらちゃんと一緒に。分身だな。さっきさくらが君に言おうとして言えなかった本当のことを言うよ。本当のこと？おかしいとは思ってたけど、やっぱりなんか隠してたんだな。ここに来る前、木の葉の同期メンバーとサスケのことを話し合った。そこで決めたあること、それを本当は伝えたかったんだ。決めた？一体何を？サスケを木の葉の手で処理する。君の同期メンバー全員がそのつもり。サスケを処理するって、さくらちゃんが、あのさくらちゃんが本当にそんなこと納得？さくらちゃんはサスケのことが大好きなんだぞ。なのにサスケはこの世界を闇に向かわせる手助けをしている。このままでは戦争の火種を生むだけだ。今は犯罪者の一員だ。木の葉の忍びたちは暁に加担するサスケを容認できなくなった。さくらはバカじゃないし、それぞれの立場がわからないほど子供じゃないさ。だから君にどうにかそのことを伝えようとここまで会いに来たんだ。だったらなんで俺に本当のこと言ってくれなかったんだ。さくらはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。お願いナルト、私の一生のお願い、サスケ君を、サスケ君を連れ戻して。サスケは絶対俺が連れて帰る。一生の約束だってばよ。あの時も。それでも君はサスケを助けたいと言った。だから君に本当のことを言うのは実はさくらに口止めされてたんだ。しかし実際には本当のことを伝えることなく去っていった。ここからは僕の想像ですが、一人でサスケを殺すつもりだな。おそらく。嘘だ。さくらちゃんが、さくらちゃんはサスケのことがあんなに大好きだからこそ、このまま悪へ突き進むサスケを、放送の方法が
大好きな人を自分の手で殺めなければならないことになるとしても、それがサスケを好きになった彼女なりの覚悟なんだと思う。ナルト、このことを知ったナルトの胸中はごちゃごちゃだな。ここにいたか。お前たちにすぐに聞いてもらわなければならないこと、五影階段で何があったか全て話す。忍び忍んで忍び泣き、いや違うな、もっとこう拳だな、拳。忍び忍んで忍び泣き。おい、ようやく里から抜け出せたっつうのに何のんきにラップかましてやがる。ん？ここまでことがうまく運ぶ機会はそうはないぜ。それくらい分かってんだろ。いや、捕まったと見せてそれは擬態。今頃ウチハは緊急事態。なかなかの案だったぜ、身代わり暗夜の作戦。せっかく掴んだ自由だ、くだらねえラップを練習するよりもっと他のことに使えよ。 No アッツ、これはラップと演歌の最強合体、新開発の常年合作だよ。いや、そんなこと聞いてねえし、俺が言いたいのはもっと有効に。演歌ラップこそ思考、思考を重ねてこれこそ最高。ウィー、ああもういい。まあ見てろよハッツァンよ、すぐに有名なメジャーデビューってもんよ。っていうか B、 お前気づいてんのか、何か厄介なやつが近づいてるぞ。優先すべきは演歌の修行、優秀優越目指すぜ最強。忍び忍ね、まさか化け物風情が歌の練習とは。誰だん？誰だんじゃねえよ、言っただろ、厄介な奴が近づいてるってよ。あ、そっか。ずいぶんと探しましたよ、ハチビ。お前、その服は確か暁とか言ったが。私の大刀サメ肌は強いチャクラが大好きでしてね、美味しそうなチャクラを嗅ぎつけたみたいで。悪いですが、このサメ肌の餌になってもらいますよ。何、命までは取りません。はっ、本来なら修行に専念だけど、お前のお邪魔俺様懸念。使用で少々時間かかるがしょうがない、すぐに消滅させようか。ふんふん、消滅するのはあなたの方ですがね。格段の差ってのを教えてやるよ。サメザメと泣かしてやるぜ、このサメ野郎。お前を、星垣キサメ、以後お見知りおきよ。星垣キサメね、あ、オッケー。タコに食われてすぐ KO。
戦闘開始。最強の俺様と戦うサメ野郎、今日の運勢最高に最悪。こんな悪いのはどちらでしょうかね。シャイオン、俺のスーパーパンチでスーパーピンチ。なるほど、さすがは八王というところでしょうか。なかなかやるじゃねえか、バカ野郎。この野郎、お前が油断してるからだ。ちゃんと戦え。バトルは終盤、バトルを制する俺の球盤、最強の地の中盤。あながち嘘でもないようですね。勝負あり。サメサメと泣いたか、このサメ野郎。手こずらせてくれたぜ、バカ野郎、この野郎。さすがは八尾、想像以上ですね。まあいいでしょう、どうせ時間切れ。あの方に気づかれてしまいました。あの方ぐっ。何か気になることを言ってたが、まあいいか。この刀は戦利品、形見として俺のもの。そうやって悠長にラップかませるのも今だけだぜ。どういうことだよ、ハッツァインよ。 B J、 ようやく見つけたぞ、この大バカ者が。なんでここが分かった。説明絶望、目の前絶望。あれだけ派手に大騒ぎすれば誰でも分かるっすよ。ああ、それにお前のチャクラもダダ漏れだ。間違いようがないだろ。お前というやつは一人でチョロチョロしやって、お仕置きのアイアンクローだ。ブラザーストップ、雲のトップが大人げねえ。問答無用。聞きたいよ。以上が五影階段で起こった全ての出来事だ。そうか、そこまで荒れた階段になったとはね。ナルト、これはお前を守るための戦争で、暁の配下としてサスケが忍び連合の前に立ちはだかるなら、サスケはお前を見ようとはしていない。お前は俺に、自分は火影になる男、影の名を背負う覚悟を決めたなら、サスケ。俺はお前を友だと思っている。かつての俺にとって、友とはただの言葉だが、お前と会って気づかされた。大切なのはその言葉の持つ意味だと。
その意味することが何なのか、お前はサスケのために何をしてやれるのか。ではな。ナルト。カカシ先輩、何にしてもまずはサクラを止めることが先決だ。サクラには僕がついています。すぐに俺も行く。サイ。俺も。お前はここで待ってろ。でも今のお前とサクラが顔を合わせて、ヤマト。カカシ先生。おっと。悪いけど頭が冷える。